資格で固めたくなるんですよ、人間っていうのは。はい。学歴と資格で。本音で話してほしいですね。中学校の受験落ちたことが原因です。一番きっかけとなった貧困エピソードは？ちょっとおかしな考え方かもしれないですけど。いや、考え方とかじゃなくて、貧困、一番の貧困エピソードじゃあるかないか、どっち？あります。それでもお金がないっていう意味での貧困っていうのが、その貧困問題の問題ではないんですよ。コミュニケーションがうまく取れなかったりとか、情報をうまくその渡せなかったりとか、情報をうまく取れなかったりするっていうこと自体が問題でして、別にそのお金がないっていう意味での貧困問題っていうのは、大した問題ではないというか。だから広い意味でのプアーってことなんですよね。はい、そうです。お金がないじゃなくて、人間関係がプアーだとか、はい、そうです。コミュニケーション能力がプアーだって話をしてるわけですよね。はい、そうです。まあ多分後者だと思うんですよね。はい、多田くんにある根付くコンプレックスっていうのは。はい。だから何か資格で固めたくなるんですよ、人間っていうのは。はい。学歴と資格で自分がの居場所がやっぱり人々の中であんまりこう確立したものが得られないなって思うと、なんか自分って何なんだろう、確たるものが欲しいなって思うのが普通ですよね。はい。だから学歴を求めたりとか、こういうふうに高校生の時から何か資格を求めて、僕はここのジャンルでは強いぞってとこを示したいっていう気持ちが強いわけですよね。はい。だから現状、三重大人文学部では自分の確たるものとしてそれが満足できてないってことで間違いないですか？はい、そうです。お金の問題じゃあんまりないってことですよね。はい、お金の問題というわけではないです。じゃあ精神的な貧困問題を解決したいって読み替えても大丈夫ですか？まあそうですね。なるほどね。自分に自信を持てた先には、こうどんなことをしたいとか、さっきの綺麗な言葉じゃなく本音で話してほしいですね。資格をいろいろ固めた後に、自分はどういう人間になりたいか、もう自分が自信を持てたら、どういう人間ですか？なんか世の中のいろんなことを知れる人間になりたいというか。そこ綺麗な言葉じゃなくて、本心として。本心ですか。例えばですけど、大学出なくても全然活躍してる人なんて世の中にいっぱいいるんですよ。はい、ここにもね、そうですけども、だから何かを取ったからっていうんじゃなくて、自分がまず何したいかが先に来ないと、だから僕になんか伝わらないですよね。この資格を取りたいとか、ここの大学に行ってこの学部に入りたいっていうのは分かるんですけど、それが目的じゃないですよね。それは自分の何か別の目的を達成するために通るルートというか、はい、選択ですよね。はい。その選択のために、選択をしたいっていう、もう本当の目的って何っていうのを僕らは知りたくて、いろいろ質問をしています。その医学部医学科を受験したり、この法律をやった根本的にある理由は、中学校の受験落ちたことが原因で、それをずっと引きずってることが原因なんですよねっていう。その高田中学校っていうところを、三重県のトップの私立の高校生、そこにちょっと本当に、補欠という形で一応やって、なって、それの補欠通知が来なくて、それでちょっとなんか精神のバランスとかをちょっと現状で今でもちょっと壊しているところがあって、もしかしたら医学部医学科に入れば、なんだろう、自分の人生っていうのの全てを高田落ちて、鈴鹿中学校っていうところに行ったんですけど、鈴中に行けてよかったとか、その上野高校、本当はその上野高校じゃなくて四日市高校っていうところに行きたくて、その三重県トップの公立高校っす。いちいち解説ですよ。僕三重にも何回か行ったことあるんで。そういうチャンネルじゃない。一応皆さんにも、そういうチャンネルじゃない、はい、情報、視聴者の方にも情報をちゃんと届けようと思います。もしかしたら、はい、その医学部医学科に受かれば鈴鹿中学校に行ってよかったって思ったり、上野高校に行ってよかったって思える、その今までの自分のその人生っていうのを固定してあげられるのかもしれないっていう、小学校の頃先生とトラブルを起こしてしまった経験とかも、それすべてがその医学部医学科に受かることによって全部肯定してあげられるんじゃないかっていうふうに思って、医学部医学科を受験したりだとか、その同じようにもしかしたら司法試験受かったら、実現不可能なことは分かってるんですけど、もしかしたら高田中学校の6年次に編入させてくれるんじゃないかっていうふうに思って
頑張ってきて、過去を塗り替えたいと。はい、そうです。